2018明治安田生命 J2 リーグ第2節レノファ山口 FC 対愛媛 FC の一戦。開幕戦を勝った山口、そして落とした愛媛 FC。 さあそしてピッチではセレモニーが行われます。高木の J2 さん100試合出場のセレモニーです。さあそれでは山口のスタメンです。見ていきましょう。予想フォーメーションですが、まあ、前節と変わりません。4バック、そしてアンカーが佐藤、前に大崎美幸、右サイド小野瀬、左が高木、一番前オナイウ、アドとなっています。それでは愛媛 FC の予想フォーメーションです。こちらは少し変わってきました。最終ラインは変わらないんですが、中盤の底に西岡が入っています。そして右サイド小池、トップには庭が入っています。インサイドハーフ、庭選手と小暮選手というような形ですかね。はい、そうですね、ワントップできてますね。さあそして山口が押し込んでエリア内に入ってる、オナイワードのシュート、早速山口がフィニッシュまで持っていきました。まあ、この辺そうですよね、選手たちが思い切ったプレーしてますよね。そうですね、今はもう角度ないところでしたけど、はい、前の入れてきた、まだある、打ってきた、いやー、ここはよく守りましたね。まあ、枠には行ってましたね。行ってましたね。キーパーもうまく詰めてコースないかと思ったんですけど、ニアうまく抜いたんですけどね、はい、最後誰ですかね、カバー入ってたの最後は坪井でしょうか。いやその後ろオナイウ選手ですね。さあここいいボールが出て高木、前を向いて打ってきた、ポスト、高木のシュートはポスト、いやうまかったですけどね。今のも完璧にキーパーのタイミングずらしてふわっと、そうですね、瀬川ワンタッチで入れてきた、小野瀬前、フリーだ、オナイウ決めたのは、オナイウアド2戦連発、山口が先制です。1対0。まあ、ちょっとボールウォッチャーになって、まあ、完全にフリーでしたけど、意外とこれぐらいフリーだとね、難しかったりするんですけれども、はい、ここは力強くね、気持ちを込めてしっかり打ちましたよね。ミッドフィルダー11番神田選手に代わりまして、ミッドフィルダー10番神谷選手投入されました。ここも行きます。愛媛はチャンスですね。はい、さあ前にスペースがある、枚数は揃っています。4枚、打ってきた、おー、そうですね、自分で行きましたね。10番の神谷、遠目から狙っていきました。オナイウが動き出した、そこ大崎が使ってきた、オナイウがエリア内、ミユキのシュート、相手に当たってコースが変わりましたが、キーパーキャッチ、岡本、先ほどのシーン、大崎のシュート、相手に当たって最後はミユキが狙っていきました。ミユキ失った、前の、さあ上原切り返して出して、神谷のところ行ってきたが枠の外、そうですね、いい奪い方からのね、はい、フィニッシュまで、まあ、コントロールも良かったと思うんですけれども、はい、奪った、奪い返した山口、山口のボールになるフリーキック。まあここも最後まで運動量落ちませんね。はい、集中しています山口。ここで試合終了の笛、1対0、山口が勝利を収めました。